はい、ございます、よっしゃ、着いた。久々に。久しぶりに江田島来たな。前に来た時もなんか話してた気がするけど、普通のフェリー、あの大型フェリーと違って小型のやつなんでね、ちょっとまた図書いておきますけど、普通はねこう入ってきたらまたね、で出口がね一方通行でまだ同じとこから出てくるっていうね時ですけど、この江田島行くやつは小型なんでね、もうそのままスーッと入って、その上が反対側にも両側にねあのフラップがついとって、そのまま出入りができるっていうのがね面白いですよね。でこっちはこっちで広島行きの高速船とかも来てんだ。そうこっから車内に広島に高速船とか乗ったらショートカット無理があるから今熱暴走しかけましたけど、ああとどうしような、高田さん静か学校とか行くならこれなんですよね。ただあの旧海軍兵学校ですよね、うん、ただ今日はさすがに行きたいけどね、行ってあそこでカレー食ったりもしたいけど、ちょっとまだ時間が早いんですよね、10時前ですからね、全般的にちょっとずれてってるんですよね。でこれは秋月とかつくも方面行きなんや。どういうところへ行くの？秋月桟橋は、つくも行きやから違うな。どれがどこ行くのか全然わからん。これはつくも方面や、来ようからこっちに行くやつやろ。なので秋月の方行かないですもんね。ちょっとあれだったらね、こっちの方とかはちょっと行ってみたい気はしますけど、秋月桟橋行くやつはどっち、どれ、全然わかんねー。こっちなのかな。これは大学校、これは長瀬海岸、中町桟橋とか行くのか。やっぱそっか、あっち方面行く人が多いですよね。さあどうしようかな、こっからどっかに地図ねえかな。この前あっちの方行ったんで、で今日はあんまりゆっくり見てる時間がないって言いながら秋月の方に行こうとしてますけど、秋月港の方に広島公園やろ、そういうお金ちょっとあるんだよな。そうで第一地下学校反対側の方に出たもんで、秋月港の方に行くやつないのか。桐生市の方までに行ったらそのまま広島港の方行きますね。
れが第一下学校の方にいて、深井の方行くやつってどっちの方、深井ってどこ全然わからんねんだよな。大金経由だからこっちこう行くんか。つくも行き、つくもの方行くやつやったかもな。あれの方行ったらあかんのか。せっかくちょっと前をぶらっと回ってで普通に来ようから、来ようから広島行きがあるんだよな。広島行きが50分も乗っただけで高速線、高速線が1080円で、これだな、10時38分だれ、まあ、40分ぐらいあるのか。40分ぐらいあるんだったらちょっとプラッと散歩して、小横の前あたりを散歩して、でお土産ここで買えるし、たまにはそういうのもありやな。秋月まで行ってみたい気もするけど、秋月まで歩くと遠いのかな。そうか、秋月桟橋まではもう16時までバスもないと、いう感じみたいなんで、ちょっと行くのは大変かな。そう、バスもね、全部第一術科学校が反対側の方にあるんでね、そっちの方に向かっていくんで、切り口まで行ったら何かあるかな。で切り口まで行くと、切り口まで歩くとかかるだろうな。